NHK 杯のチャンピオン、世界選手権に堂々と名乗りを上げた桑原俊。今大会の集大成となるこの平行棒です。力を出し切ってもらいたいですね。難度の高い構成で A 得点、難しさに当たる得点は日本人では最高の 6.9。倒立から屈伸のベーレ、いいですね。屈伸もリスへ、ここまでいいですよ。そして抱え込みのベーレ、高いですね。指示の処理もピタリといきました。リスエを入れた、おっとここから本当はフィニッシュにつなげていくところなんですが、着地も取れませんでした。少し急いでしまいましたね。少し心残りの演技でしたが、桑原、韓国キムスミョンのあん馬 14.650 でした。